しの行がそこにある。友情なんて呼べるほど綺麗事で済むような男と女じゃないことなど薄々感じていたけれど、夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして。